皆さん、こんにちは。Facebook で物語毛利元成を投稿しております松本大です。YouTube チャンネル松本大や視アでは物語の時代背景や世界観の紹介をしております。今回は大河ドラマについて独自の視点で切り込んでいきたいと思います。 徳川家康と毛利元成には意外な共通点があります。それについて前回までの動画でお伝えしました。両者とも大変長生きしています。徳川家康の健康法については前回の動画でお知らせしました。今回は元成の健康対策としまして、なぜ元成が長生きできたのかについてお知らせしたいと思います。まず、毛利元成は、 深い睡眠をとるように工夫していました。元なりは自身の睡眠の質にこだわりました。日中はよく頭を使い、アデノシンなどの眠気を誘う睡眠物質を脳に分泌させました。また、寝る前は趣味の手紙を書き眠、眠気を催す副交換神経を活発にしました。 元なりは風呂が好きで、風呂に入ることで体の芯が温まり、一旦深部体温を上げ、その後深部体温を下げることで眠気を催していました。こうした普段の習慣が自然に眠気を催すような形となり、深い睡眠をとることができました。 また元なりは普段から酒を飲まないようにしていました。毛利氏の代々の当主は酒好きだったために皆短命でした。元なりは酒を飲む代わりに餅を好んで食べました。また主演の席では酒が飲めない家臣には共に餅を食べて親睦を図り人の心を使いみました。 また元就はバランスの良い食生活を心がけました元就はゴミ五食と呼ばれる様々な彩りの食材を旬の時期にバランスよく味付けして食べることを心がけましてバランスの良い食生活を続けましたそういった習慣を身につけることによって長生きしたと言えますでは 徳川家康と毛利元就は長生きすることによって一体どういう点で得をしたんでしょうか次回の動画でおらせしたいと思います。